わらと炭と豆。グリム、矢崎源九郎役。ある村に一人の貧しいおばあさんが住んでいました。おばあさんは豆を一皿集めて煮ようと思いました。そこでおばあさんはかまどに火を起こす用意をしました。そして火が早く燃えつくように一つかみの藁に火をつけました。おばあさんが豆をお鍋に開けるとき、知らない間に一粒だけおばあさんの手から滑り落ちました。その豆は床の上の藁のそばにコロコロと転がっていきました。するとそのすぐ後から真っ赤に怒っている炭がかまどから跳ね出してこの二人のところへやってきました。すると藁が口を聞いて言いました。お前さんたちどこから来たんだね。炭が答えました。俺はうまい具合に火の中から飛び出してきたんだよ。こうでもしなかったら間違いなしにおだぶつさ、燃えて灰になっちまうに決まってるもの。今度は豆が言いました。私も無事に逃げてきたわ。あのおばあさんにお鍋の中へ入れられようものなら、他のお友達と同じように情け容赦もなくドロドロに煮られてしまうところだったのよ。俺だって煮たり寄ったりの目に遭ってるのさ。と藁が言いました。俺の兄弟たちはみんなあのばあさんのおかげで火をつけられて煙になっちまったんだ。ばあさんたらいっぺんに60もつかんでみんなの命を取っちまったのさ。俺だけは運よくばあさんの指の間から滑り落ちたからいいけどね。ところで俺たちはこれからどうしたらいいんだろう。と炭が言いました。私こう思うのよ。と豆が答えました。私たちは運よく死なずに済んだんですから、みんなで仲良しのお友達になりましょうよ。そしてここでもう二度とあんなひどい目に遭わないように一緒に外へ出てどこかよその国へでも行きましょう。この申し出は他の二人も気に入りました。それで三人は連れ立って出かけました。やがて三人はとある小さな流れのところにやってきました。見ると橋もなければ渡し板もありません。三人はどうして渡ったものか途方に暮れてしまいました。わらがうまいことを思いついて言いました。俺が横になって寝転んでやろう。そうすればお前さんたちは橋を渡るように俺の体の上を渡っていけるというもんだ。こう言ってわらはこっちの岸から向こうの岸まで体を長々と伸ばしました。すると炭は生まれつきせっかちだったものですから、このできたばかりの橋の上を無鉄砲にちょこちょこ駆け出しました。よっしゃ。ところが真ん中まで来て足の下で水がザーザー流れる音を聞きますと、どうにも怖くなってそこに立ちすくんでしまいました。もう一足も進むことができないのです。そのうちに藁は燃え出して二つに切れて流れの中へ落っこちました。炭も後から足を滑らせて水の中へ落ちました。そしてジューッといって命を失ってしまいました。豆は用心深くまだこっちの岸に残っていましたが、この出来事を見ますとおかしくって笑わずにはいられませんでした。ところがその笑いがいつまでたっても止まりません。豆はあんまりひどく笑ったものですから、とうとうパチンと弾けてしまいました。ですからもしもこの時旅回りをしている仕立て屋さんが運よくこの流れの岸辺で休んでいなかったなら、豆も他の二人と同じように死んでしまうところでした。仕立て屋さんは情け深い人でしたから、早速針と糸とを取り出して豆の体を縫い合わせてやりました。豆は仕立て屋さんに
熱く熱くお礼を言いました。けれども仕立て屋さんが使ったのは黒い糸でしたので、それからというものはどの豆にも黒い縫い目がついているのです。イエーイ。はい、どうもお疲れ様でした。はい、どうも。よいしょ。いいですね。いいですね。はい。イエーイ。やっぱり美味しいね。寒くても暑くても。あ、はい、皆様こんばんは。こんばんは。チケチケリビングシアター。はい。今回もやってまいりました。はい。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回は、第90回。90回。なんか、キリのいいところ。キリがいいのかどうなのか。さらにキリのいいのがもうちょっと、ね。もうちょっとでね。はいはい。やっていますけども。90回。今回の作品は。はい。はい。藁と炭と豆。はい。グリムでございました。はい、ございました。いかがだったでしょうか。はい、はい、グリム童話、うん、前にもなんかそういくつか ね、あのラプンツェルとか、はいはいはい、あともう一個やったね。なんだっけね。なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。なんかやりましたよね。やりましたやりました。はい、はい、はい。で今回3回目、うん、なのかな。かな。うん、はい、楽しいお話だったでしょうか。どうでしょう。楽しいっていうのはおかしいね。グリムってやっぱりそうなのよ、なんだろうね、まあ、前の時もそんなお話をしたようにな覚えがありますけれども、あのなんかねグリム童話なんていうとね、うん、なんか可愛らしい子供のためのお話なのかなと思いきや、実は残酷なグリム童話みたいなね本も出ているぐらいですから、なかなかちょっとねそんなにねあのなんだろう心温まるなんかね子供向けのお話そうなのよというわけでもない。そうなんです。今回もおやおやみたいな、なんか途中まではそうなんかちょっと楽しげな感じだったのに、これが終わりはこれかよみたいなね。そうなのよ。感じでしたけれども、はい、ね、まあこれはですね、はい、なぜこれを、はい、あのまあ私そもそも、あのなぜこれはこうなのかとか、これの始まりはこうだったみたいな話が好きで、うんね、最後にほら、うん、豆だから豆は黒いね、はいはいはい、あの糸で縫われたから、うんうん、そういう跡がついてるんだよっていうのはあったでしょ、うんうんはいはい、ああいう話が結構好き、あのつくつく胞子とか、ねはい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 、もうそうだったんだけれども、はいはいはい、あの実はそれ以来こう呼ばれていましたとか、そういう話あるでしょ。あるある。まあ、そもそもそういうのが好きだっていうのがあって、あ、これちょっと豆、あ、黒いねと思って、うん、ちょっとまあ単純にまずはそれで、はいはいはい、あの私のセンサーに引っかかったとはい、はい、いうのがまず一つあり、うん、それからもう一つは、はい、まあ、いつもね、はい、グリムをやるときは、うん、思いますけど、はい、まあこのシュールなこと、はいはい、ね、はい、まあ、特にその青空文庫に残っているものは本当にちゃんと訳したものが多いのでね、はいはい、その後あのもっとこう柔らかくね、うんうん、あのお子さん向けに、うんうんうね、もうちょっとこう書き換えたものも、うんはい、うん、いろいろ出ているんですが、うん、そうね、青空文庫にはやっぱりその原文に近いものが残っているので、まあ、あのこの話もね、はい、いい話なんだか悪い話なんだ、いい話悪い話とかそういう、こうものでもないんだよね、うん、でもまあ最初はねそれこそ本当に楽しそうな、なんか話だけれども、そうそうそう、結局なんか藁と炭は流されちゃって、それを見て悲しむのかなと思ったら大笑いしてるんだよ豆は。めっちゃ笑ってたね豆ね。ひどい話じゃないですか。そうそうそう、ひどい話だよね。日本の昔話ではありえませんよ。ありえないね、こんなのは、うん、そういう場合は豆にまあなんか罰が下る。そうそうそう、まあ、一応罰は下って、まあ、弾けちゃうんだけれども、
まあ最終的には助けてくれる人が現れたっていう、はいはい、だからなんとなくいいところに着地をしているけれども、うん、まずもって、うん、そのなんていうか藁と炭と豆の悲哀っていうのが最初すごい語られるじゃない、うん、そう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 、これがまたすごいなと思って、うんうんうん、これね視点を変えればさ、うんうん、貧しいおばあさんが、うんうん、まあ、本当にちょっとしかね毎日貧しいから食べられない、その食事のシーンから始まるわけですよ。あなんかおばあさん気の毒ねっていうふうにおばあさんに感情移入する話もできると思う、このスタートから考えるとね。ところが そこでまあ料理するときに使われる藁と炭と豆、この人たちをまあ擬人化して、でこの人たちにとってみれば、はい、とんでもないことなわけで、そう、ねね、うん、もう大変なことですよ。大変なことですよ。そう、はい、それで、うん、まあまあ、あのじゃあ逃げ出そうっていうことで、うん、まあ、逃げ出すんだけれども、うん、まあその結局川を渡るときに、はい、まあ考えれば分かりそうなもんだけどね、炭、うん、もね、藁、うん、の、ね、上に炭が乗っちゃったらね、やっぱりこう2つにね、あの藁はちぎれちゃうだろうし、そう、炭はあのちょっと火ついてますからね。そう、ついてる、赤いからね、まだね。わかりました、あのいちこは赤い巻いて、ま、巻いてあれは何かというと火ですから、一応火をイメージしてね、まあ、そうやっぱこう火がついたところからそうヨーンと逃げていったのに、ちょっとね赤くまだ ね、 まだね、内側燃えてるんですよ。そう、はい、それがね藁に乗った火には大変ですよ。そりゃやっぱり大変ですよ。そうみたいなね、ちょっとその彼らのもうかわいそうな話、はいはいはい、で、はい、それを見て笑っている、はいはい、うん、てる、しかも大笑いをしている、考えられませんね、はい、豆、どうなのと、どうなのですよ。でこれ、うん、一番思ったのは、うん、この話は何を伝えたくて、うん、そう作られた話なんだろう。そう、それが非常に疑問でしたよ。そうなの、僕としてはどう思う？いや、こんななんか、ま、豆だから、これを例えばよ、うん、まあ、あの子供向けじゃないかもしれないけど、うん、一応子供童話だからさ、うんうん、あの子供に語って聞かせた時に、うん、この話を通じて何を伝えたいのかと、うん、ね、あの思ったわけですよ、うん、そんな、お、なんか人が不幸になってるのを見て大笑いしてね、だから大笑いするとダメですよって話。でも3人仲良かったじゃん。そう途中さ、そうで3人 で他の国へ行きましょうみたいなとか言って、そうね、そうすごい仲良しだったのにさ、分かった、うん、人はすぐ裏切る。仲間を信じてたらダメだっていう、辛い辛いよ。そう、だから人を信じちゃいけない。悲しい話、ね、何なのかな。いやだからね、これは本当いろんな風に撮れるんじゃないかなと思って、うん、これねやっぱほら大人の頭で考えるとさ、うん、やっぱりそういう答えしか出てこないじゃん、うん、でもねこれはきっとお子さんが見たらどう思う、全然そのほらあのいろんなこう前条件なしに、うん、パッとこれを見て、うん、はいはいはい、あの出てくる感想を聞いてみたいな、うん、聞いてみたいね。もう下手したら号泣だよ、うん、あ死んじゃった笑と炭死んじゃったかわいそうっていう人もいるかもしれないし、そうであってほしい。そうだよね、うんうん、なんかさ、うん、やっぱり仲間は裏切っちゃいけないなみたいな、ね、子もいるかもしれないけど、でももしかしたらその大人が考えつかないような何か、ね、うん、意見が出てくるかもしれない、うん、からちょっとね、あのもしお子さんいらっしゃる方が見てくださっていたら、はい、まあこのね私たちの語り、はい、このラストトークはいいので、はい、本編のところね5分ぐらいですので、ぜひちょっとね、はい、お子さんに見ていただいて、はい、どんな感想が返ってくるのかっていうのをちょっと聞きたいところだよね。純粋に考えたらなんかもっと違う感想があるんじゃないかなって思うんだよね、うんうん、実はなんか豆にはこんなストーリーがあったんじゃないかとかさ、いろいろその裏を考える子もいるかもしれないし、うん、そうか
まあ、今私が思うのは、うん、はいはいはい、まあそのグリムさんの書いたものを、ね、うん、読んだ時に、うん、やっぱりあの何か悪いことをした人には必ず、うん、まあ、罰が下ると、うん、ほいほいほい、で要はその昔のね農村で、うん、その お母さんとかお父さんとかが、まあ、子供たちに語った話をそのグリムさんが集めたっていうものなので、うん、やっぱり大人の、うん、なんか都合のいいようにって言うと変だけれども、うん、まあ、子供にはこうしてほしくないっていうようなことにはすごい罰が下る、うん、うん、っていう話が多くて、それがちょっと残酷だとかね、いうふうな言われ方をしているんだけれども、まあ、今回の場合はまず、まあ、一番わかりやすいのは豆だけれども、まあ、豆はその仲間たちがね、あの流れていっちゃったのを大笑いして、まあ、これはやっぱりさ、まあ、どう考えても良くないね。で一応その腹が弾けるっていう、まあ、あの罰が下る。だけど、まあ、あのラプンツェルの時もそうだったけど、一応その最後にはまあ救いがまあちょっとあって、まあ仕立て屋さんにね塗ってもらって、あの生き延びることができたっていう、まあ一応罰は下るけれども、まあ生き延びることができましたよっていう最後になって、まあこれは分かりやすい。でそのわらと炭に関しては、まあもしかしたらよ、そもそもそのおばあさんのところから逃げるっていうのがいけないよっていう話なのかなと思って、要するにその人間が食事をまあ作ろうとしている時に、まあ、そこからまあ逃げてきちゃうわけじゃない、まあ、そういうほら何かこうしようと思ってる時にそこから外れるっていうことはそもそもいけないことなんだよっていうふうに、まあ、捉えると、まあ、わらと炭が流されちゃったのも、まあ、一応罰といえば罰なのかな。なんか理不尽な感じですよね。まあね、まあそうなんだけど、でもほらね、あの貧しいおばあさんなわけですよ、だからおばあさんだってその豆の一粒でもやっぱりほら、あの惜しいじゃない、この一粒で一日生き延びられるかもしれないしさ、炭だって藁だって自分が生きていくための、まあ、大切な糧なわけじゃない。だからなんかそういう意味では、まあそのおばあさんにとってみればやっぱさ、あの命の糧がねちょっとなくなっちゃったみたいなさ、まあ、そんな風にも考えられるかなっていうことですね。そうね、まあね、まあまあだから理不尽じゃ理不尽、その彼らのそのわらすみ豆、特にわらすみの気持ちになってみると、ものすごく理不尽なっていうか、ちょっとかわいそうな話ではあるんだけど、まあでも何かこのグリムさんがこう作った話に意味があるんじゃないかなって考えるとすると、まあそういう考え方もできるかなっていうこと。まあ、あとはほら炭もさ、もうちょっと待てばよかったのにね。せっかちだね。せっかちだね。そうそうそう。せっかちなのはいけませんよ。そうそう、そういうのもあるかもね。それはよくわかる。そういうのはあるかもしれない。わらさんもね、なんかあのできると思ったのかもしれないけど、そんな自分をね、過信しちゃいけませんよ。そうね。もうちょっとよく考えようね。よく考えようね。まあ、そういう考え方もできるかもしれないな。いろいろね、あるので、まあ、あの一つじゃないと思うのでね、考え方はね、まあまあそんな風にいろいろ考えてみるのも、ちょっと深読みもグリムさんは面白いかなということですね。そうね、はい、まあ、あとね映像の方はね、工夫してね、そうね、今回かなりあのわら&炭はいい味出してましたね。どうでしょうかね、まあちょっとなんとも、まさかあんな風に、はいはい、橋になるとは、はい、はいね、橋になってみましたよ。はい、まあね、あの3分割してね、はい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 、映像もね、そうそう、ちょっと今までにちょっとないような、ね、うん、感じで編集も、ね、頑張ってみました ね、 そうそうね、頑張りました。内容がやっぱりちょっとシュールなのでね、シュールだね、だから、まあ、楽
楽しくちょっと作ってみたいなと思って、うん、そうそうそう、今までね、うん、あえてああいうほら、うん、あのその場に出てこられない、うん、まあ、2人でやってるからね、うん、3人の場合って必ず1人出てこられないから、うん、あえてそういうところはこう出してこなかったんだけど、いやちょっとなんか今回は出さずには、うん、作れないなと思って、ちょっと楽しい感じにね、して作ってみたっていうことですかね。はいはいはい。まああのね、本当にあのなんだろう、お子ちゃまからね、うん、ちょっと深読みをしたがる大人まで、ね、までね、方に、見ていただいて、感想なんかもね、そうですね、ぜひお聞きしたいですね。思います。はい。今回は、グリムの、作品でございました。はい、はい、では次回はですね、もう来月に、そうですね、来月になってしまいますけども、はい、まあ再三ねここでもあのまたね、告知させていただいておりますけども、はい、来月になりますと、菊池家リビングシアターも引き続き、ございますが、5月の12日から、ミドラボというね、はい、団体で笑う家門京極夏彦さんの作品を、舞台公演ございますので、ございます、はい、ぜひぜひ、もしねお近くの方は、見ていただきたいですし、あと配信公演もね、そうなんです、配信も、はい、うん、配信はまだ公演終わった後2週間後ぐらいからですね、はい、配信しますので、まあ、それはまだ慌てなくても大丈夫なんですけど ね、 ね、はい、生の舞台をぜひ、うん、見たいという見ていただけるという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。お願いいたします。稽古の模様なんかもね、そうですね、ドラマのホームページの方で随時、はい、お伝えしておりますので、まあ、見に来られないという方もそちらの方だけでもね、うん、稽古の様子だけでも見ていただけたらなと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回まで、はい、さようなら。